リロイ・ディクソンはアメリカ合衆国の陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルで10秒02、200メートルで20秒44、室内60メートルで6秒56の自己ベストを持つ。2007年大阪世界選手権、男子400メートルリレーの金メダリストである。2007年6月、全米選手権の男子100メートル予選を10秒07の 自己ベストで突破すると、準決勝も10秒24で突破。決勝では10秒25をマークして6位に入り、2007年、大阪世界選手権の男子400メートル、リレーアメリカ代表に選ばれた。2007年8から9月、大阪世界選手権の男子400メートルリレーに、アンカーとして出場すると、ロドニー・マーティン、ウォーレス・スピアモン、ダービス、パットン、 ディクソンのオーダーで臨んだ予選は38秒10の全体2位で突破。ダービス、パットン、ウォーレス・スピアモン、タイソン A、ディクソンのオーダーで臨んだ決勝では37秒78をマークしての金メダル獲得に貢献した。2008年2月、全米室内選手権の男子60メートル決勝で自己ベストとなる6秒56をマークし、マイクロジャースに次ぐ2位に入った。 2008年3月、世界大会の個人種目初出場となったバレンシア、世界室内選手権の男子60メートルは、準決勝で6秒75の組7着に終わった。2008年6月、全米選手権の男子100メートル準決勝を、自己ベストとなる10秒02で突破すると、決勝では、追い風参考記録ながら10秒の壁を突破する9秒99をマークして6位に入った。 この結果、北京オリンピックの男子400メートル、リレーアメリカ代表に選ばれるも、補欠として、大会では、出番なしに終わった。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。ありがとうございます。